レティスクスは血脚目のうち最も早期に知られた化石動物である。スコットランドのビゼアン予中期の窒素から発見された化石が唯一の標本である。産出した化石からは78個の椎骨が見られた。デボン期より後の獅子動物で関節がつながった状態で発見されたものとしては最も古い動物であった。強炭素から見つかった。 獅子は痕跡も残っていない。目は大きく、頭骨のずっと前方に位置している。頬の骨は多くが消失し、その代わり広い開口部がある。頭骨が眼下の大部分は頬骨で縁取られ、噴部は体を成す骨からできた典型的な構造より獅子動物であると認められる。椎骨とあばら骨にも獅子動物の性質が現れている。 レティスクスの生活については現在何もよくわかっておらず、水中で生活していたのか陸上で生活しているのかは不明である。2003年、分岐学的研究により、レティスクス属が最も原始的な欠却目であることが確認された。また2017年のレティスクス属に関する分岐学的分析により、レティスクス属を含む欠却目は、帰還指導物であり、 ソラシア公は多系統群であるとするデータが得られた。ありがとうございます。